麗に。すみません、共同代表の大垣です。毎度毎度同じメンバーで申し訳ございません。あまりにも当局が人用が貧しいものでお許しください。今日大阪から集まっていただいて、こういう機会がおそらく最初で最後になる形ですよね。スタートの前だと最後になるので、大事なことだけ確認をさせてもらうということで、ちょっと10分時間いただきましたので、資料をちょっとでいただけますか。止めよう火事の直接請求署名運動の位置づけという A3 番2つ折りの文なんですが、時系列を振って火事の推進が分かるような形の、お分かりになりますか。この間いろんなことが起きてきているので、そういうことも少し補いながら、今私たちどれだけ医師にバカにされてるかということをもう一度確認をしたいと思います。で、まずこの一番最初に確認しておかなきゃいけないのは、これは賛否を問う住民投票を求めるのではなく、住民投票条例制定を求めることでストップカジノ、カジノを止める運動であるということ、これがまず私たちの一番大事な共通理解しておかなければならないことです。で、二つ目はストップカジノはストップ維新、維新というのは、そのままの維新も指します。象徴的な政治手法としての維新、そういうのを改めて未来の大阪を作ろうという、そういう意味でのストップ維新の運動であるということです。大阪は本当に危機的な状況です。二つ折りにしても右側のところに大阪の専決処分率について書いていますが、もう市長と知事がでも勝手に決められる、そして議会が全くそれに反対する力を持っていない、政党もええ加減、自民党だって住民投票の条例案出したって自分たち自らが反対をするわけでもない、全く頼りにならない政党と全く健全でない政治家、そんな人たちばっかりの中で私たちが何できるのって言ったら、私たちが立ち上がるしかないっていうことなんです。そこで最近明らかになったことを、今度時系列を追ってる方の左側を見てください。2020年にカジノ事業者を募集1月から開始しました。で、そのもうみんな大阪は儲かれへんって思ったと思いますが、2月に応募したのは今の GM とオリックス連合です。たった1社だけが応募しました。で、その後まあコロナ騒動に入っていくんですが、2021年の1月の時点で事業者のボーリング調査によって土壌がひどいってことが分かりました。で、分かって米印の1なんですが、後から読んどいてください。もうこの時点で公費投入決定しているんです。それが2021年の2月の段階です。で、その次に2021年の6月の29日、ここで土壌だけでなく汚染対策もひっくりまとめて公費投入をするということを会議で松井市長が明言しました。で、すごく重要なことは、これが決まった後で9月の16日に事業者を決定しているわけです。これ民間企業とかだったら背任行為ですよね。本当に証拠があれば訴訟したいほどのひどいやり方なんですよ。で、もう土壌自分大阪市が持ちますよ、公費導入しますよって相手に言っておいて、それで事業者を決定している。しかし私たちはこの時点では何もそのことを知らされていません。で、初めて知らされるのが12月の21日計画を公表された時、その時に初めて960億円大阪市が全部負担しますよということを同時に発表するわけです。で、その後皆さん最近でご存知の通りです、お正月休み挟んで1月7日から説明会、公聴会を始めて、1月末でもうオミクロンだからやめましたと、そう言いましたよね。で、だからみんな
カジノのことなんか聞いてないよって言ってる人たちがほぼほとんどです。でさらに問題なのは、こういった一連のことが明らかになったのが今年の2月18日以降なんです。情報公開請求をずっとしていたダイヤモンド社とか共同通信とかそんな人たちが公開された資料によって私が今喋った内容を初めて文字化されて私たちが知ることになりました。2月18日以降というのは私たち公聴会も説明会も終わってしまってからの話なんですよ。何の一切の説明責任も果たさず、そしてようやく遅れて情報公開してきて実はこうだったんだと。じゃあそのことに対して私たちにいつ説明してくれるんですか推進当局はって話になりますよね。私たち本当に大阪ってね、ここまで有権者、納税者、住民が馬鹿にされてしまってるんですよ。これって公共資産の横領なんです。で公共資産の横領をする利権構造が存在します。ですからその利権構造存在するって分かってる人だってみんな老いぼれてるからもう立ち上がらないだろう。バカたちはそんなことなんかあるはずがないと思ってるから立ち上がらないだろうと見くびってしまってるからこんなすごいことができるわけですよ。これを絶対許さない。今議会で採決されて整備計画が通ろうとしています。じゃあ通って7月の末まで国に申請されて認められてカジノ来るの、私たち黙って待ってられますか。そんなの待ってられませんよね。見くびられてそのまんまカジノを押し付けられて、そんなことなんて私は個人的には絶対に許しません。ですからもうこうなったら私たちの思いを数に表すしかないと思って、この運動本当にしんどいですけれど皆さんのご協力を得ながら頑張ってやりたいと思います。一票でもお隣さんのお隣さんのお隣さんっていう形で皆さんのノーストップカジノの声を集める2ヶ月をこれから歩みたいと思います。どうぞよろしくお願いします。大崎さんありがとうございました。